言われる。ああ、だからこっちでも撮る。うわやだ。わライブやって、その時はウグイスって名前で、はい、うん、そうです、うん、
で、ね、気が付いたらねライブの時だよね。ライブの時に決戦闘争をやって、ね、なぜか乱太郎セブンってなってね、あの鳥の上に火が2つついてウグイスっていう漢字一文字なんですけど、ちょっと読みづらくて知らない人が見るとなんか読めないっていう。読めないし書けない。そう書けない。かっこいいんだけど。俺書けないもんだって。詐欺とかも書けない。詐欺。あ詐欺。詐欺。あ詐欺。詐欺ね。うん。名前またね。名前。詐欺。横浜生まれなんだ。ね。そう読みにくいなっていう風になって、3月のライブでお客さんに。ね、協力してもらって決戦投票した結果、ウグイスじゃなくてランタロウセブンがいいという多数決によって名前が変わりました。珍しいバンドですが、ね、ライブ中に名前が変わるバンドってなかなかないからね。どうですかランタロウセブン、うん、あランタロウ、私ランタロウって言うんですけど、ランタロウがリーダーの7人のバンドなんでランタロウセブンっていう。そう伝わりやすい。シンプルだね。凝りすぎてたね、ウグイスね。そうどうですかランタロウセブンが半年やってみて。半年やってみてね、3月のライブからね、メンバーが一人変わったんですよね、うん、あのベースやってた子が後ろのね、石川って藤川の子がいたんですけど、あ後ろで今手挙げてる藤川がいたんだけど、やっぱり石川ぐらい老けてる顔じゃないと誰が老けてるの。誰が40代やねん顔。見つけた逸材おじゅん。普通に40代と思ってる人いるかもしれないですけどね。40代ではないですからね。まあ、肌とか見ていただければね。卵肌も肌の方ですね。30くらいからわー卵肌だ。あーまだいけるよ。今年25になります。おめでとう。やってきて、この今お聴きいただいたグレーテストショーマンのメドレーをね、ひたすら半年詰めに詰めて、本当に難しくて、ちょうどね、本当映画公開した後に曲をすぐ決めたんだよね。そう、脱音密することができました。そうそうそう、はい、初お披露目ということで、ね、でどうする、うん、時間がないみたい、ね、そうそう、じゃあ次いろいろ喋りたいけど、次で最後の曲になります。おなじみのあの曲をね、おなじみの、はい、皆さん覚えていましたら振り付けまでやってもらえると嬉しいな。聴いてください。 Anyway you want it。 She is the moon, she is the girl, she is the light of day.